皆さんおはようございます。おはようございます。4月の1日に松本市に引っ越してきました。もともとは今西村さんもご紹介くださいましたけれども、大阪の熊取というところに住んでいました。京都大学ですけれども、私の職場には原子炉があったもので、京都の街中には建てることができないということで、大阪府泉南郡熊取町という、もう本当にすぐ和歌山という大変暑いところに41年間住んでいました。ただ私は暑いのが一番の苦手でして、京都大学と雇用関係が切れたらどこか涼しいところに行きたいと思い続けていました。どこに行こうかと探していたのですが、東京大阪のような大都会は真っ平ごめんなと思っていましたし、新幹線が通ってしまうと大抵ミニ東京のようなつまらない街になってしまうので、新幹線の通るような街にも行きたくないと。山があって温泉があって涼しくて、そして文化的なバックグラウンドもちゃんとある地方の小さな町ということで探しました。そして皆さんご承知の通り、松本市は菅谷さんが市長をやってくれている。で、菅谷さんが市長をやっているということは、彼を市長に選ぶ市民がいるということだ。そういう市民に私も連なりたいと思って、この松本市にやってきました。今日このような、ありがとうございます。今日は午前も午後も私の話を聞いてくださるということで、大変ありがたく思っています。で、午前の集会に関しては、水谷さんや西村さんから若い人を呼ぶからということで、それは嬉しいと思ったんですが、確かに若い方が前の方に来てくださるけれども、このほとんどは私と同世代の方だと、結局こうなったかなと思っています。で、今日午後は、原子力発電所、また再稼働の問題を聞いていただきますが、午前中はエネルギー問題と社会という話で、何か話をしろと言われて、30分間というか、まず初めに話をしろと言われたのは確か数日前だったと思いますけれども、初めの問題提起だけさせていただきます。始めます。これはすぐ分かっていただけると思いますが、地球です。月から見た地球で、宇宙という広大無限な空間の中に浮かんでいる星です。で、私たちこの星の、どこかに住んでいるわけですが、人間という生き物が他の星に命というものがあるかということでずっと探してきているわけですけれども、いまだに他の星には命の痕跡を見つけることができないということで、命が根付けた大変稀有な星になっています。この星は46億年前にできたと言われています。できた時はもちろん火の玉ですので、命が根付けるなんてことはなかったわけですが、だんだん冷えていって、水ができて、海ができて、大気ができて、宇宙からの放射線が遮られて、ようやく命が根付けるようになりました。この星に初めは、もちろん原始的な細胞、単細胞の生き物だったんでしょうけれども、それがだん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 進化して、ある生き物は絶滅し、また新しい生き物が生まれてということで、この地球という星の歴史が刻まれてきました。その星に私たち人類という生き物も生まれて、そこで定着するようになったわけですが、一体どんな風になってきたのかというと、多分こうだろうと言われています。初めは猿だかゴリラだかというような生き物だったものが、ある時に直立して歩けるようになる。背骨の真上に頭を乗せることができて、それなりの重たくても大丈夫だ。そして手が自由になったということで、人間という人類という新しい生き物が地球に生まれました。約700万年前に来たんだろうと言われています。その人類がだん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 進化というのでしょうか、ある時には
道具を使って他の動物を取って食うと狩りをするということを覚えるようになりましたし、もう少し進歩したら農耕を覚えて集落を作るということも覚えるようになりました。狩りを覚えたのは約10万年ほど前、農耕を覚えたのは約1万年ぐらい前だと言われています。そして現在の私たちはなんかこんなような形で巨大なビルをたくさん建ててエネルギーをたくさん使って生活するようになりました。その人類の歴史の中でどのようにエネルギーを使って生きてきたのかということを一枚の図にしたのがこの図です。左の端から右の端に向かって歴史が流れていくようにこの図を作りました。一番左の方は数百万年前で原始人と書いてあります。そしてところどころに帯が立ててあるのですが、この帯がそれぞれの時代に人間一人が一日あたりどれだけのエネルギーを使ったかということを書いてあります。右の軸で読んでいただければいいようにこの図を作りました。数百万年前に生まれた原始人は帯がほとんど皆さん見えないと思いますが、エネルギーなんて使いませんでした。自然に溶け込むように生きていた、そういう生き物でした。でそれが数百万年の歴史を経て数十万年前になって狩りを覚えるようになって、まだでも帯はほとんど見えないと思います。それからまた何万年かが経って、今からまあ数千年あるいは1万年ぐらい前になると農耕を覚えてきて集落を作って定住する。そうなると人間という生き物はエネルギーを使う生き物だということがはっきり分かってくるようになりました。さらに時間が流れるに従ってどん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 エネルギーを使うように人類がなってきたということをこの図は示しています。そしてこの図の左の下から右の上にかけて実は一本の線を書いてあります。この線は人類という生き物が相対としてどれだけのエネルギーをこの地球上で使ったかということを書いたものですが、ずっと初めのうちは人類はエネルギーなんてほとんど使わないまま来ています。それがあるところから急激にエネルギーを使うようになってきたということが分かっていただけると思います。ではそのある時というのは何かというと産業革命です。ジェームス・ワットとかいう人たちが、蒸気機関というものを発明しました。水を沸騰させて蒸気にすることができればその蒸気の力で機械が動くということを見つけたわけです。それまでは人類は例えば農耕をするときには家畜を使って農耕をしていました。一部の贅沢をしたい人は奴隷を使って自分だけ裕福な生活をするというようなことをしていたわけですけれども、もう産業革命が起きて蒸気機関が発明されてからはもう家畜もいらない奴隷もいらないという時代に入っていったわけです。でその代わり水を蒸気にするためにとにかくエネルギーが必要だ。初めのうちは木を切り倒してみんな燃やしてしまうというようなことをやったわけですし、石炭、石油、天然ガス、挙句の果てには原子力なんていうものにも手を染めてとにかく蒸気を発生させて機械を動かそうというそういう時代に突入したのでした。それが、まあ、今から見れば約200年ぐらい前のことです。私はこの図を左から右へ時が流れると皆さんに聞いていただいたわけですけれども、縮尺は全くデタラメです。なぜかといえば右の方ではかなりの幅で100年という時間を示していますし、左の方ではほんのわずかな幅で数百万年を示してしまっているわけです。なぜかといえばもしこの幅で100年という時間の長さを書こうと思えば数百万年のは どうやって書くか、どっから書けばいいのだろうかというほどの図になってしまうわけで、仕方がなくて私はこんなインチキな図を書いたわけです。皆さんこれお分かりいただけるでしょうか。松本です。
今私たちいるのはこの基地文化保護です。で松本駅は、この辺り、ここに私は今円を5つ書きました。1つが1キロで書いてあるのですが、一番最後の円だけは少し幅が狭いの分かっていただけると思いますが、これは600メートルです。つまり、この円基地文化ホール、今私たちがいるこの場所からこの円の一番外側まで4600メートルあるという、そういう円を私はこの地図に書きました。なんでこんな中途半端な距離を書いたかというと、この距離を46億年という地球の歴史に置き換えて考えていただきたいと思ったからです。松本駅はまあ3キロちょっとしかないので、直線で言えば3キロちょっとしかありません。もう少し行って南は松本の駅にまあ届くぐらいが、まあ、4600メートルあるいは5000メートルというぐらいなのですが、例えば皆さんがどこかこの辺から基地文化ホールをめがけて歩き始めたと考えてください。地球が生まれて歴史を刻んでいって、だん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 基地文化ホールに近づいてくる。そして私が立っているこの場所が現在今だと思ってください。そうするとここから歩き始めてこの部屋に入り私のところまでたどり着く間の、一体どこで人類がこの地球上に来たと思われるでしょうか。結構長く歩かなければいけないと思いますが、46億年の時間、少しずつ現在に近づいてきて、人間が生まれたのは一体いつだということを私は皆さんに聞いています。46億年という時間の長さを4600メートルにする。そうすると人類がこの地球に来た700万年前というのは、一体松本の駅の向こうから歩いてきてどの辺かということですが、答えを言ってしまうと7メートルです。つまりずっと歩いてきてこの基地文化ホールに入ったとしても人類は地球上にはいないのです。他の生き物がずっと長い歴史を刻んできてきたわけですけれども、人類はまだいない。この部屋に入ってもまだ人類はいないという、それぐらいです。そして、人類といってもいろんな種族がいたわけですけれども、私たち、現在の私たち、現世人類の一番の始まりというのは、ホモ・サピエンスと言われているのですが、そのホモ・サピエンスは20万年前にこの地球上に生まれたと言われています。そうすると例えばその部屋から入ってきてどっか途中で人類が生まれたわけですけれども、私たちの祖先であるホモ・サピエンスが生まれたのはいつかといえば20センチ以上この辺ですよね。私が現在だとすればそのホモ・サピエンスが生まれて狩りというものを覚えて農耕を覚えて、そして産業革命をやって膨大なエネルギーを使うようになったわけですが、産業革命が起きた200年前というのは一体どれくらいの距離になるかといえば 0.2 ミリに近い、もう示すこともできないぐらいのほんのわずかな時間という中で、私たちに人間という生き物が命が根付けたこの地球という星の上で膨大なエネルギーを使うようになってしまったということになったわけです。その結果どんなことが起きてきたかといえば、たくさんの生物が絶滅に追い込まれるということになりました。これは下に1500から2000まで書いてありますが西暦です。1500年の時にも1600年の時にも1700年の時にも絶滅に追い込まれるという生物はもちろんいたのです。命というものの宿命です。7000万年ぐらい前にはこの地球は恐竜が支配していた時代でしたけれども、でもその恐竜だってある時に絶滅してしまう。どんなものでもそうです。生まれては絶滅し、生まれては絶滅していくわけですから、絶滅することは仕方がないことです。しかし産業革命が起きて
人類が膨大にエネルギーを使うようになったのと、木をいつにして猛烈な数でスピードで他の生き物が絶滅に追い込まれるという、そういう時代に入ってしまっているわけです。人類は自分たちのことを霊長類と呼んでいます。万物の霊長だというように自分を呼んでいるわけですけれども、その万物の霊長たる人類が他の生き物たちをどんどんと絶滅に追い込んでいくということをやっているわけです。この地球上の命というのは大変複雑なバランスで成り立っています。例えば私が死ねば、まあ今焼き場で焼いてしまうからダメだけど、生き物が動物が死ねばバクテリアが分解して土の栄養になって、それでまた植物が育つ、でその植物をまた動物が食べて生きられる、お互いにみんなが助け合いながら生きてきたわけですけれども、そのたった一つの生物種である人類が他の生き物を絶滅に追い込むという、まことに愚かなことをやってしまっているわけです。挙句の果てには人類そのものも絶滅に追い込まれるだろうと私は思います。でもエネルギーというものは確かに必要なんです。人間がちゃんと寿命を全うして生きるというためにエネルギーはやはり必要です。一体どのくらいのエネルギーが必要なのかということを、日本人の寿命というものを考えながら作ったのがこの図です。横軸は一人一日あたりのエネルギー供給量、まあ消費量でもいいですけれども、私なら私が一日のうちにどれだけのエネルギーを使えるかということを尺度にしています。一番小さな数字が2から始まって2、4、6、8と始まっていますが、ここはもう2万キロカロリーです。皆さんご承知だと思いますが、人間というこの生き物が生きるためには毎日2000キロカロリーのエネルギーを食べ物として取らなければいけません。それ以上取れば太ってしまうわけだし、それ以下しか取れなければだんだん痩せていくという、それが、まあ、人間という生き物で、ここも2万ですから、かなりまあただただ生きるということに比べたら多いと思っていただいていいと思います。縦軸が日本人の平均寿命です。ここに青い丸印がずっと打ってありますが、これが日本人の平均寿命の歴史的な変遷を書いたものです。一番初めは1890年から書きました。今からもう120年130年前ですが、日本人の平均寿命は43歳でした。今日この会場にいる方はほとんどみんな死んでいるという、わずか120、30年前は日本人というのはそういう生活だったわけです。使えたエネルギーは一人1日あたり数千キロカロリー、ようやくまあ命を支えるというぐらいのエネルギーしか使えなかった。その時の日本は平均寿命43歳、それから1910年になっても20年になってもほとんど日本人の平均寿命は40歳台だったのです。まあ、戦争ということがあったということもありますけれども、でもエネルギーが使えないと人間という生き物は40歳ぐらいで死んでしまうという、そういう生き物だったわけです。でも戦争が終わってエネルギーが少しずつ使えるようになっていく、そして西洋型の文明が入ってきて、衛生状態が改善する、医療が改善されるということになると、飛躍的に日本人の平均寿命は伸びていきました。1960年、65年にもなれば、日本人の平均寿命は70歳を突破するというところまで来たわけです。しかしその後、高度エネルギー成長、あるいは経済成長という時代で、エネルギーをどん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 使うようになる、つまり右側にシフトしていくという時代が、1960年代から70年代にあったわけですが、その間はほとんど寿命は伸びていない。むしろオイルショックになって、やはりエネルギーは大切で、あんまり使ってはいけないということに気がついた頃、1973年74年頃にむしろ寿命が伸びている。そしてバブルになってまたエネルギーを猛烈に使うようになった時は、あまり寿命が伸びない。バブルがはじけてエネルギーがまたやっぱり使えないんだなと思った時に、少しまた寿命が伸びたということになっています。でももうほとんど終わりです。日本人の平均寿命は80数歳で、これ以上は多分伸びないということになるはずだと思います。私はこの図を書きながらこう思いました。まず
使えるエネルギーが絶対的に不足しているときには人間は生きられない。それだけこういう人々にとってはエネルギーがものすごい大切だと。そしてちょっとでもエネルギーが使えるようになる、1人1日あたり4万キロカロリー、5万キロカロリーのエネルギーが使えるようになると70歳を超えて生きられるようになる。こういう範囲のエネルギーというものは人間という生き物が生きていくという上で大変大切だし役に立つということだと思います。ではそれ以上エネルギーを使うようになったらどうなるかというと、もうほとんど寿命も伸び、ごめんなさい、寿命も伸びないという、いずれにしても頭打ちになってしまう。こういう範囲のエネルギー消費というのは生きるということとはほとんど関係なく、むしろ享楽的な生活を支える、贅沢をするためにエネルギーを猛烈に使っているんだという、そういう範囲に属しているだろうと思いました。そして私はこのことをもう一つ確かめてみたいと思って、別の図を作りました。それがこれです。これは現在世界に200カ国ぐらいの国があるんですけれども、そのうちの約100カ国ぐらいのデータを探してきまして、それぞれの国の国民が1人1日あたりどれだけのエネルギーを使えるかという、先ほどの図と同じです、横軸です。縦軸もそれぞれの国の平均寿命というものを書きました。パッと見て皆さんも気がついていただけると思いますが、平均寿命はエネルギーを使えないうちは少なくて、エネルギーを使えるに従ってだん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 伸びてきて、あるところを超えればもう寿命ということと関係がないということが分かっていただけると思います。左の軸の方に張り付いている国々がたくさんあるのですけれども、ここを私はエネルギー窮乏国家群と名付けました。つまりエネルギーが使えないがために死んでしまうという国々がアフリカを中心に今でもたくさんある。でもそういう国でもエネルギーが少しでも使えるようになる、1人1日あたり5万キロカロリーも使えるようになれば平均寿命70歳を突破して80歳に近いという国もたくさんできるようになるのです。では1人1日あたり5万キロカロリーを超えて使っている国々はどうかというと、もうほとんど実質的には寿命は伸びない、こういうところを私はエネルギー浪費国家群と名付けました。幸か不幸か日本はこのエネルギー浪費国家群に属しています。そして若干の誤解を恐れずに言うならば、この図は、いろんな色分けをしてあるのですが、白抜きの国はいわゆる 白人の国、そして色で塗りつぶした国というのがいわゆる有色人種の国なのです。つまり現在の世界というのは白人が享楽的な生活をする、生きるために必要でないようなエネルギーを膨大に使いながら生きている一方で、有色人種たちがエネルギーを使えないまま死んでいくしかないという、そういう世界になっているわけです。それぞれの国が一体どれだけのエネルギーを使えているかということを書いたのがこの図です。今地球上には70億人ぐらいの人口がいるのですが、それぞれの国で1人、まあ、平均ですけれどもどれだけのエネルギーを使えているかということを帯の高さで書いてあります。例えば真ん中あたりに中国という国が書いてありますが、この中国という書いたこの帯の幅が中国の人口です。十数億人の人口がいます。そして中国人1人当たりはこの帯の高さだけのエネルギーを使えているということをこの図は示しています。世界で一番たくさんエネルギーを使っているのはカタール他の中東産油国です。砂漠に楼閣を作って膨大なエネルギーを使いながら生きている国がカタール他ですけれども、でも人口はほとんどないので、帯に見えずに線になってしまっています。今世界で実質的に一番たくさんエネルギーを使っているのはもちろん米国です。3億人近い人口で猛烈なエネルギーを使うというそういう国です。それにヨーロッパの国々がずらっとつながっているわけですし、日本もこの位置にあります。メキシコ、中国、ブラジル、インドとかずらっとエネルギーを使えない国が世界には分布しているわけです。平均的な世界平均のエネルギー消費はこれですから、中国はまだ世界平均にも届いていないという国です。インドに行ったら世界平均の半分も使えないと
という人たちが16人いると、さらにそのよりももっとエネルギーを使えない人たちが十何億人かこの地球にはいるということになっています。その世界を4つに分けます。一番たくさんエネルギーを使っているこのグループ、このグループは自分たちを先進国と呼んでいる国です。私はその先進国という呼び方が大嫌いでして、私は後退国と呼ぶようにしていますが、それがこのグループです。第二グループはまあ中国を中心としたグループ、それから世界の半分がいわゆるまあ昔は第三世界と呼ばれたような本当の貧しい国々が属しているわけです。でこの先進国と自分のことを呼んでいる国々だけで世界のエネルギー消費全体の6割から7割を使ってしまうということをやっているわけです。その残された国々もエネルギーを分取り合戦していって、本当にエネルギーを使うことができない10億を超える人たちは絶対的貧困と国連が呼ぶような貧しい生活環境に追いやられて、そのうち5億は飢餓に瀕していて、子供が数秒に一人ずつ死んでいくというそういう世界が今あるわけです。これは私が尊敬する三戸忠雄さんという人の写真集です。エチオピア飢餓という緊急報告書で、もう随分昔のものです。子供たちがどんどん飢餓の中で死んでいくということを撮った写真ですが、この写真集の中で三戸さんがこう書いています。飢餓は地平線の彼方から訪れた苦しみではない。人間が種をまき育てたものである。もし誰かが何かを成したなら、あるいはなさなかったなら、事態はこれほどひどくはならなかったはずであるというのです。今ここに私はクッキーを10個書きました。皆さんがこの10個のクッキーを持っていて、4人の子供たちにこのクッキーを与えます。みんなでこれ分けて食べなよと言って与えた。その時に一体どういう分け方を子供たちがするのかと、例えばこんな分け方をするしたらどうでしょう。一番強い子が6個半と、次に力の強いのがほぼ2個と、残った2人は1個半しかもうないんですけれども、それをまた力の強い方がほぼ1個取って、一番力の弱い子は半分も残らないという、こういう取り方をもししたとすれば、多分この会場にいる皆さんはおいおいそれはあまりにひどい分け方じゃないか、ちゃんと分けろよぐらいのことは言うのではないかと思うのですが、この分け方が実は現在の世界のエネルギーの分取り合戦の結果なんです。一番たくさん取っているのは実は日本を含めた先進国と自称している国々がこれをやっているんです。私たちです、要するにがこれをやってしまって、一番エネルギーを使えない人たちが飢餓に瀕してどんどん死んでいくという、そういう事態になっているわけです。これは夜の人工衛星から撮った地球の写真です。分かっていただけると思いますが、これが日本です。夜の人工衛星から地球を撮ると、日本は不夜城のごとく浮かび上がると言われるほど、高光と電気をつけて生きているという、そういう国です。本当にこんなことが必要なのかということをやはり考えるべきだと思います。地球は有限です。もしこの地球上で70億いる人間が全ていわゆるエネルギー浪費国家と同じだけのエネルギーを使おうとすれば、地球の生態系は必ず破壊されます。もうすでに破壊してきているのですけれども、必ず破壊されてしまいます。命が根付けたこの地球という本当に貴重な星を、命が根付けた星として維持しようとするなら、エネルギーの浪費を抑えるしかないのです。
なんかエネルギーがあれば幸せだ、どん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 エネルギーだ、石炭がダメなら石油だ、石油がダメなら天然ガスだ、いやもう原子力だと言いながらやってきたわけですけれども、そんなことをやったらもう地球という星自身が命が根付けなくなるという、そういう瀬戸際に今私たちはいると思います。そして今聞いていただいたように、エネルギーは人間が生きるために必要なんです。でもエネルギーをが欠乏しているがために死んでいっている国もあるわけで、そういう国はどうしたってやっぱりこれからエネルギーを使うという時代にやはり生かせなければいけないわけです。そうなればじゃあどうするのかといえば、今膨大にエネルギーを使ってしまっている国々がエネルギー消費を抑えるということをやらなければいけないのだと思います。これまではとにかくエネルギーが大切だ、何でもかんでもエネルギーを持ってこいと、私は原子力に反対してきましたけれども、原子力に反対するなら代わりのエネルギー源を示せというようなことを言う人が、まあ、日本で一番常識的な人になってしまっているわけですけれども、そんなことではない。原子力なんてやめる、それだけではない、火力にしてもどんどんとやめていってエネルギーを使わないような社会を作る、それでもなおかつ人間が豊かに幸せに生きられるような社会を作るということこそが一番大切なことなんだろうと思います。時間がなくなりました。これで終わります。ありがとうございました。